はい、こんにちは、かけむらです。今日はカルピスさんのフルーツパーラーオレンジソースで、仕上げたゴールデンパインのですね、ジュースご一緒にご覧いただきたいと思います。そういたしましたら、まず原材料名の方からご一緒にご覧いただきたいと思います。こちらパインアップルとオレンジ、加糖ぶどうと液糖、脱脂粉乳、乳酸菌飲料、オレンジソース、酸味料、香料、安定剤、ビタミン C、 甘味料等々ですね。あとはカロチン色素ですね。その下カロリーの方は 100ml あたり17キロカロリーという17キロカロリーですね。すいません、ということです。はい、こちらがオレンジソースで仕上げたゴールデンパインの中身です。そうですね、すごいパインのいい香りがしてくるんですけれども、色を見るとそんなにパインアップルジュースっていう感じには見えないですよね。なんかオレンジフルオレンジカルピス的な感じがしなくともないです。今日ちょっとすいません、暗いですね、すいませんがいたしますね。ただこう暑いとちょっとこれを凍らせて、食べてみたいような感じもいたします。それではお味の方チェックしてみたいと思います。うまい最初オレンジフルーツカルピス的な感じで、そうですね、なんて言ったらいいんでしょうか、温州みかんのジュース、札幌産の温州みかんジュースをカルピスの中にちょっと混ぜて、いただくっていう的なテイストがまず最初に来るんですけれども、喉越しにすごいパインアップルテイストがブワッときますね。美味しいです。これちょっともう一回チェックします。あー、味が変わりますね。口当たりすっごい、まあなんて言ったらいいんですかね、みかんカルピス的な口当たりなんですけれども、飲み込む瞬間にパインアップルカルピスに変わります。めちゃめちゃ美味しいです。これはでもシャーベットにして食べたいですよねまあどっちでも楽しめると思います。カルピスさんのフルーツパーラーですね、オレンジソースで仕上げたゴールデンパインアップルです。これは関西スーパーさんの方で見つけてまいりました。それでは簡単なんですが、指定させていただきたいと思います。